さてこちらは飛行機のエンジン部分みたいなやつですね。そこを作業員の方たちが修理をしているんですけれども、ここにねちょっと問題がある DIY をしているということで見ていきましょう。これはテープでぐるぐる巻き、図工の時間じゃねえんだからさ、なんでこんなテープで補強するんでしょうね。怖くて乗れないよこれ。もう私降りますみたいな。あそこでエンジンをテープで直してる人いるんで、ちょっと乗りたくないですみたいなことになりそうだね。うわー、これはいいのかな。やっべ、ミスった、テープ貼っとこうみたいなさ、そんなレベルじゃないよこれ。命に関わるんですけれども、ちょっとこれは怖えわ。はい、こちらはこれ額縁ですね。額縁に何かがあるんですけれども、見ていきましょう。何これ。まあ、芸術っぽいんですが、飾られてるところを見るとですね、これ階段ですね。なんとこれ額縁は後からつけたんですね。じゃあこれ何なのかというと、間違って壁に穴を開けてしまった、そんなところどうすればいいかと考えたら、額縁を置けば海外なんじゃねって言った結果ですね。絶対これグーでぶん殴ったやつじゃん。なんかイラついてたことあったのかな。すごいねこれね。なんでこんな風に綺麗にグーが鳴ってるのか分かりませんが、恐怖ですよこれ。はい、こちらはあれですね、肩とかをマッサージする、これ商品なんですけれども、 DIY したのがこちらですね。とこれは平らにするやつに野球ボール、いや肩破壊する機械よ、これは強すぎだわ。まあ普通に売ってる方はちょうどいい強さだと思いますが、これ業務用だよね。建設現場で使えそうな、そういうやつだよ。それで肩平らにしたら肩一直線ですね。でも強すぎて気持ちいいっていうのもあるんで、まあやってみたいかもしんないね。破壊力やばそうだけど。お、これはいいね。なんか壁に刺さってるピアノみたいな。でもね、何が突っ込みどころあるんでしょうか。これ裏側を見てみるとですね、はい、せーの、はい、ドーン。いや、脳筋かよ。何も考えずにぶち込んでんじゃん。しかもね、ちゃんと壁に合っててね。まあ、そりゃそうだよね。こんな小さいところから大人ったらどういう仕組みしてんだろうって思っちゃうよね。裏側を見てみるとね、ただ単にピアノをぶち込んだそれだけですね。まあ、中まで見る人そんないないと思いますが、なんか嫌だね。普通のピアノ弾いてるのと変わんないのにね。微妙ですよ。こちらはブランコかな？ブランコが DIY されてるんですけれども、ちょっと見ていきましょう。これはテーブルのようなやつを巻きつけて、6人用？やばいなこれ。ブランコって大体1人でしか楽しめないから、あのテーブルつけちゃえば6人でも8人でも10人でも楽しめるじゃんみたいな、一石二鳥だということで作ったんでしょうかね。これどうやって漕ぐんだろう。みんなで力を合わせて漕がないと無理な気がするんですけれども、やってみたいっちゃやってみたいね。はい、こちらはね、車だね。車なんですけれども、ちょっとね、右のライトがおかしいということなんで、DIY したやつを見ていきましょう。何がおか、コカ・コーラのペットボトル。もうこれは運命だ。こんなぴったりハマるのないよね。一瞬わかんなかったもん。これただライトに赤い落書きされてるだけじゃねと思いきや、ペットボトルなんですね、これ。でもね、なんか普通に使えそうな気もしなくもないよね。だってただのカバーでしょ？だったらなんかこれもこれでいけるね。まだ許せますよ。はい、こちらは車というかトラックですね。ただのトラックかと思うんですが、ちょっとね、ここの後ろの部分がおかしいということで見ていきましょう。なんだこれ。あれ、こっちに向かってきて、違う。これは後ろに、なんと正面のトラックの写真を載せたという、そういうやつですね。絶対このトラックの後ろ、事故の名称。いや、おかしいだろ、これ。怖すぎ。まあね、運転中に眠くなるのを阻止してくれるのもありますよね。もう眠そうになったら、もうこいつが現れたら、うわ、突進してくんのかみたいな。で、避けちゃうのかもしれませんが、これ怖いね、明らかにね。何のためにこれをつけたのかわかりませんが、眠気防止にはいいんじゃないでしょうかね。なんとも言えませんね。こちらはなんか壁っぽいやつですね。なんかね、ここに何かが隠れてるんですけれども、何が隠れてるんでしょうか。見ていきましょう。これは、なんか忍者タートルズたちが出てきたんですが、実はこれ間違って壁をぶっ壊しちゃったところ、こういう風に、忍者タートルズ参上みたいな感じで DIY したそういう画像。好き。これいいね。
すごいロマンチックだよね。だいたい壁ぶっ壊しちゃうとね、そこを何かで隠すか、あとは張り直すかとかするんですけれども、もう穴開いたら開いたで、そこから忍者参上させればよくねっていう、そういう発想ですよ。これめちゃくちゃいいね。すごいかっこいいもんね。皆さんもね、もしも壁ぶっ壊しちゃった時、バビー人形ちゃんとか飛び出させてください。さてこちらの木、これ何だと思いますか？これ実はですね、台風の時に木が吹っ飛んできて壁を貫通して出てきてしまったという、そういうまあ残念な写真なんですけれども、これを DIY するとこういう風になりますね。あ、木からニョキニョキ生えてるっていう、そういう、これプリントしただけじゃねえか。貼り付けただけで満足しちゃってんの？意味わかんないね。DIY なのか、ただ貼り付けただけなのか、ちょっとわかりませんが、まあこういう風に、もしも皆さん木が刺さった時は、もういっそのことをでかい木を生やしちゃいましょう。さてこちらは扉がありますね。この扉の前になんかあるものがあるので、ちょっとそれがおかしいということでね、見ていきましょう。トイレ、この扉どうやってつけた？もうわっけわかんねえな。これ閉じれないじゃん。これトイレする時もね、みんなに見られながらすることになりますよ。これはどんな DIY なんでしょうね。これはちょっとトイレが DIY されたのかな。意味わかんないですね。はい、こちらは時計ですね。何もおかしくないんですが、ちょっと右下がねおかしいということで見ていきましょう。紙で345。なんでそこ壊れた？あ、ムカついたのかな、みんな。なんで早くチャイム何年だよっつって殴ったところ、こういう風にぶっ壊れましたね。みんなヤンキーですか、これ。なんでこんなに壊れるんでしょうか。物をもっと大事にしましょう。まあ、ここまで時計になったらね、買い替えた方がいいような気がしますが、残念ですね。はい、こちらバスがなんか転がってますね。これ転がってるんですけれども、上になんと DIY されたものがあるということなんで、見ていきましょう。プール。明らかにこの形泳ぎにくいわ。なんでこんなさ、タイヤの部分がボコボコしてるのにもかかわらず、そこをプールにしてしまったんでしょうね。まあ、ロマン的なものはあるんですけれども、クロールで行ったり来たりとか、この道しかできないよね。くぼみの方はちょっと避けてくださいみたいな、そういう感じなんで、これはね、面白いっちゃ面白いんですけれども、実用性を考えるとなんか微妙ですね。はい、こちらはね、ネックレスっぽいやつなんですけれども、なんか透明なキラキラとしたものがついてるんですが、ちょっと上の方がおかしいということでね、見ていきましょう。これはなんだ？これ実はですね、冬、湯たんぽにしたり、あとは頭を冷やす枕にしたり、水を突っ込んで溜めとける湯たんぽみたいなやつですね。いや、その発想欲しいわ。なんでこんな発想できるんでしょうね。湯たんぽをネックレスにしようみたいな。無理だわ、そんな。考えたこともないね。湯たんぽを首輪にしようとか。これに関してはね、もう発想がやばすぎてついていけませんね。さて、この女の人は今スケートをやってるんですけれども、この下の部分がね、ちょっとおかしいということで見ていきましょう。これは椅子の車輪の部分でコロコロ滑る。よくこれで絡まずにいけるな。無理だわ、こんな。絶対引っかかるじゃん、漕ぐたびにね。しかも前進めんのかな、わからないんですけれども、皆さんもね、家にこれある人作ってみてもいいんじゃないですかね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。